皆さんこんにちは。株式会社アッテミ吉田です。今日は高校生に向けた高卒求人票の見方について説明をします。就職活動が近づいてくると、高校生から自分に向いてる会社ないかな、長く続く会社ってどんな会社という相談をよく受けます。高卒就職をした人は実は3人のうち1人が就職後3年以内にその会社を辞めています。その会社を辞めた理由ベスト5をまずは見ていきましょう。1位、仕事が自分に合わない 33.2%。 2番、賃金の条件が良くなかった 28.1%。 3位、労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった 27.5%。 4位、人間関係が良くなかった 26.9%。 5位、会社に将来性がない 19.0%。 この離職のほとんどの理由は、厳しく言えば自分の責任です。ですが、この5つのポイントのうち、特に上位3つについては、実は高卒求人の求人票にしっかり書いてあります。一体求人票のどこにその情報が載っているのか、そしてどういうふうに読み解けばミスマッチを防げるのかというポイントについて今日は説明をします。こちらを見てください。これが高卒向けの求人票の用紙です。A4 用紙表裏で2枚になっています。離職理由の1位にある仕事が自分に合わない。これは一体どこを見たらいいのか。2、仕事の情報に書かれているこの場所を見てください。ここに職種名、そしてここに仕事の内容について書かれています。別の動画で説明した自分の本心を整理しようのワークシートで書いた自分が仕事に重要視する条件や自分が心地よく働ける職場環境について、ここに書かれている内容とマッチするのかどうかというのを照らし合わせて見てみましょう。離職理由で2番目に多い賃金の条件が良くなかった、これは求人票の3、労働条件との欄のここを見てください。特に月額の欄を見てください。この月額が皆さんが一月働いた時にもらえるお金です。ただし皆さんの銀行口座に実際に振り込まれる手取りの金額はこの月額の額面とは異なってきます。所得税や社会保険料がだいたい月額の2割ほど引かれるので、月額×0.8 をした金額が銀行口座に振り込まれることになります。高校生の平均給与が全国平均が 17.5 万円となっています。この 17.5 万円の場合は×0.8 をすると14万円、この14万円という金額が皆さんの銀行口座に振り込まれることになります。2年目からは住民税も引かれることになりますので、この14万円からプラス1万円少々引かれることになります。離職理由の3番目、労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった、この項目は同じ3番、労働条件等の中の一番下の方、このあたりを見てください。まずは就業時間についてはここに書いてあります。皆さんが朝何時から夜の何時まで勤めるのかというのが書かれています。また1年間の休日日数についてはここに書いてあります。だいたい毎週2日休みの場合、この年間休日の欄は104日程度の数字が書いてあります。お盆や年末年始に数日の休みがつく場合は、この年間休日の欄が110日程度の日数が書いてあることになります。その他、求人票で押さえておいてほしいポイントは、就業場所、つまり皆さんが実際に働く場所についてです。求人票の上の方に書いてある会社の所在地は、会社の本社などが書いてあることが多いです。皆さんが実際に働く場所は、求人票のここ、就業場所と書かれている場所に書いてあります。接客業や販売業などの店舗を多く持っている会社さんについては、この就業場所の欄だけには書ききれないので、裏面の補足事項や特記事項のところに店舗の住所がたくさん書いてあることがあります。もっと書ききれない会社の場合は別紙参照というふうに書かれています。その場合、先生がその別紙を持っているので、ぜひ先生にこの別紙を見せてくださいというふうに確認をしましょう。そして書かれている店舗の住所を見て、自宅から通えるのかということを確認してください。
もし通えない範囲があった場合、面接で、あなたはどの店舗で働きたいですか？と聞かれることもあります。私はこの店舗で働きたいです、もしくは自宅から通える範囲内での勤務を希望しますと、はっきり答えられるようにチェックをしておきましょう。今日は高卒求人の見方の基本編についてお話をしました。高卒求人の見方の発展応用編や高卒求人独特の専門用語についての解説は別の動画でします。ぜひ続きも見てくださいね。また自分の手元にある求人、これいい会社なのかな、自分にとってどうかなっていう不安がある人は、ぜひアッテミーの LINE に登録して個別の質問をしてください。それではまた皆さん、アッテミーにアッテミー。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画ちょっとでもやばいと思ったら、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。アッテミーは LINE と Instagram もやっています。説明欄からフォローよろしくお願いいたします。それではまた。